えー、こんにちは、です、えー、やっと春らしくなってきて、えー、森岡も10度をです、ね、超えるような日が日中続くようになりましたただ朝晩ねまだ寒いので、えー、森岡は、まあ、6ヶ月ぐらいはね、まあ、冬だと思っている方がいいわけですね。 えー、5月またこれでね梅雨になりますと寒くなりましてねまたストーブ出したりするというようなことがあります、えー、まあそれでもね、えーまあ、桜の季節になりまして、えー、皆さん方もですね花見を楽しみにしておられるんじゃないかと思いますまあ私もね、えー、花見を楽しみにしております それで今日は阿弥陀様からの言葉の33ということです。相手を憎む心は自分の心から起こってくる。だから自分の方が相手より苦しくなる。たとえ親子でもその例外ではない。親が子を憎む時子に許されても 親が憎しみ続ける悲劇が起こる原因がここにあると。まあこれは逆の場合でもね、えー、子が親を憎む、親に許されても子が憎しみ続ける悲劇が起こるということです。まあこれはあのー、憎いっていうのは生まれた時からね、憎いっていうようなことはあまりないわけですけども、えー、憎いからね、この子供を産んでやろうと、産んだらね、いじめつけてやろうっていうのはなかなかね、そういう。 縁というものは、まあ、今からお話しするカムロジュ教のねお経の中にはそういう,うなものもありますけれどもねあまりそういうようなことはねごくないんじゃないかと思うんですよね。育てる中でいろいろこううまくいったりうまくいかなかったりするところで、えー、親子関係がねうまくいかないくなるということがよくあるわけですよね。それでここに、えー、憎むとか恨むとかですね、えー、心が自分の心にあると。 いうことでありますけども、まあ、相手からねこう利害関係で、ね、あるいは上下関係であるいは善悪でですね,、えー、ね憎まれたり憎んだりっていうようなことが、まあ、起こることがあるわけですね。それでその憎む心妬む心というものがねなくなれば、えー、まず自分がね楽になるんじゃないかと思うわけですね。 まあ、自分の心の中の憎い相手とね、仲良くなれば、まあ、こ心こは平和なわけですよね。こっちはね、ねこっちは平和なわけです。ところ相手の方がですね、いつまでもこう憎い、憎い、憎いって言ってると、こうね、刺激を受けますので、まあ、その時はね、まあ、逃げるしかないのかなと思いますけれども、相手は苦しいわけですから、それは相手の問題なわけですよね。ここで言ってるのは、まあ、私の方のね、こちらは、 どうしたらいいのかという、ね、対処方法ですよね。対処方法といいますか。そういうようなことをね、えー、ここに書いてあるわけであります。まあ、対処方法ではありませんけども。えー、ですから、まあ、親子夫婦でもですね、えー、会社の親御とかね、えー、上下関係でもそういうようなことがね、 まあ起きてくるとということがあります,です、ね、そして最後はまあ悲劇というものがまあ起こるということがあります。それでこれはあのお釈迦様の言葉にですね、えー、え岩波文庫から真理の言葉、ブッダの真理の言葉、環境の言葉という、ね、文庫が出てるんですね。えー、その中に、えー、ああの中村め先生がね、訳しておられまして、 えー、ブッダの真理の言葉の中に恨みについて書いてあるんですね。実にこの世においては恨みに報いるに恨みをもってしたならばついに恨みのやむことがない恨みを捨ててこそ病むこれは永遠の真理であるその通りですよね恨みを捨てれば恨まなくなりますからここらは楽になるんですよね当たり前といえば当たり前のこと言ってるんですけども ただこれはなかなかね、私たち実践しようとしても難しいわけですよね。どうしたら捨てれるんですかということになった場合ですね、えー、ここに、まあ、いろんな方がね、えー、いろんなことをおっしゃってる、ね、書いた本もありますけれども、まあ、私はですね、これは悟ったお釈迦様だからね、恨みを捨てることができたお釈迦様だから、 言言える言葉だと思うんですねこの他にもいろいろなあの真理の言葉というのでですねいっぱいもう過剰書きに書いてありますね私の皆様の言葉みたいなですね短い言葉いっぱいこう書いてあります <laughs> 私らは大したことないんですけども悟ったお釈迦様がねおっしゃってるんだから私たちにもねできないわけはないと思うんですよねだけどこれを恨みを捨てることができるんじゃないかできましたっていう人はまずいないですね こういうなのを見てですね人間だからね難しいんだという人はほとんどですねと今ちょっとねいろいろなことを見てたそう思いましただからこれは前提がね違うわけですよねお釈迦様の言った言葉だから私たちもね平和になりましょうじゃ平,和平和行進っていうねデマ行進すれば世の中平和になるのかというようなことと一緒でですね まあ別に悪いことじゃないですよ。やったほうがいいわけやった方うがいいってわけじゃないですけども、えー、本当の平和っていうものが分かるということですよね。あるいは、そのまま分かってでそういうことをやるのか。平和っていうものは、平和って言な平和にならないかならないって言って叫び、叫んでですね、他人に訴えるべきものが本当の平和なのかということがありますよね。それは個人によって違うかもしれませんけども。 お釈迦様はまず恨みや妬み、そのみとかね、そういうようなものを捨てられた世界から私たちにもね、捨てなさいとこうおっしゃってるんですね。うん、私たちはだからそこで、えー、どうやったら捨てることができるのか、それはどこに捨てるのかという。ね、それを引き取ってくれる人はね、どこにいらっしゃるのかということがわからないと、ああ、人の話なんですね。ですからこれは、 お釈迦様っていうのは、悟っっったた世界からら私たちにね、えー、言ってらっしゃる。仏教とは一言で言うと何ですか、えー、良いことして悪いことしないことだって、ね、諸悪莫草だってね修繕奉行だっ,っていう言葉がありますよね、えー。良いことして悪いことしないことだす。その通りですよ。その通りなんですけれども果たしてそれが実行できるはできないか。 恨みを捨てることが本当にできるかできないかっていうことはその人の課題になってくるわけですね。そういう問題を通して仏の教を聞いていくっていうことが大事ですよね。ストウシャガ様はあ死体発消道ですね。恨みというものも苦しみの中なんだからそれをなくしていくためには発消道といってね八つの道を、まあ、必要だと。 あるいは、六精神といってですね、不正次回、ニンニク、精進、善土地へという道を歩みなさいと。そうすることによって、恨みをね、捨てることができるんだということですね。で、それ、信州で言いますと、何万黙々の念仏をいただくことによって、私たちの苦しみ、悲しみをですね、丸まる引き取ってくださるという阿弥陀様の本願に帰依すること、念仏の教えを信じて生きていくというところにですね、 私たちの恨みつらみっていうものは全部ですね引き受けてくださるって世界があるんだとその恨み憎しみとともにですね生きていける世界生きていけることのできる世界があるんだということですよねだからあー煩悩を消し失わずしてと死んだ証人があー言っておられますけどね煩悩は消したりね捨てたりするもんじゃない まあまあ言いましたけれどもこれをご縁にですね仏様に出会うご縁にしていただくそしてそれを伺いながらですね仏様に救われ続けていくということもそれが私たちのね松代の凡部の恨みを捨てていくですね捨てさせていただく道というものがね見えてくるのではないかなと思うわけですね、まあ、それで、えー、お釈迦様はそうおっしゃってるんですけれども まあ今それからね2500年経ってますけれども、えー、そういうような具体的な例をですねお釈迦様は「うん、冠無量寿経」というねお経の中で、えー、詳しく説いてるんですねまあご存知の方もあると思いますけれども概略言いますと、うんえー、昔ですねお釈迦様が「あ法華経」というお経を説いておられた時にですね <laughs> えー、お社場でしたかな、社営場です、ちょっと忘れましたが <laughs>、えー、お城がありましてですね、そこに、伊代家という、ね、おき様がいらっしゃって、その方が非常に苦しんでおった、お釈迦様が来て助けてくださいということでね、えー、その、 蜂蜜、えー、を解いておられる領主戦でしたかね、牛舎戦でしたか、忘れましたが、<laughs> そこからですね、えー、お弟子さんを遣わして、そして最後は自分が行ってね、伊大家夫人を助けるんですけれども、実はその伊大家さんっていうですね、まあ、お妃様がいろんな物語があって苦しんでるんですね。因縁かってありますね。で、もともとこのお妃様は、あのー、お,お子様がね、 あ次がいららっっしゃらなかったそうなんですねえそれで、えー、王様もねその後どう,いう非常に悲しんでおってある占いのね、えー、先人といいますか方に「どうしたらね生まれるんだ」って言われたらば「3年後にね生まれますと」と、ね、予言されたんですね「あよかった」でも3年ですからね結構長く感じるわけですねだったら人間ですからねじゃあ。 早くね、えー、生まれる方法ないかと思ったわけですそしたらその3年後に生まれる方は王子様ですと、うん、王子だけれども今あお城の近くの、ね、山で修行してる仙人、ね、修行僧と言いますかね仙人って言ってるのかなその方がいらっしゃってその方が亡くなればお妃様まらにね王子様が生まれることになってるって言うんですね、まあ、それでその様がね、えー えー、王様っていいますか、えー、うビンバシャラ王って、まあ、難しい名前なんでね、訳しますけれども、ビンバシャラ王様がですね、えー、家来に命じて、殺してこうったんですね。<laughs> これしたら早く生まれるじゃないかと、<laughs> 非常に合理的な考えでですね、それでくじでですね、自分では手をかけないんだけれども、家来にね、殺させたんですね。そ時時にに殺される時に 仙人が3年待てばね黙っても死ぬのになんでそんな早まったことするんだ王が私を口で殺したように私も王をね殺すって言って死んでったんですね恨みを持って死んでったんですそしてそのまんま王様とおきさきさまにその実、ねえー、状況を伝えたんですそしたらまあ王様とお妃様はねゾッとしたんですけれどもまさかねそんなね 変なことにならないだろうということで3年待ったら本当にね妊娠されたんですね解任されてそしてよし突ぎ10日で生まれるということになった時にふとね先人のね恨みをね思い出したわけですねもしこの子供が生まれたら必ずね王様を殺すだろうそしたら私にもね必ず害をなす子供だろうということでですね ドドドッとですね恐怖感に襲われましてなんとお城の高い櫓のところにですね高い塔の上からですね下にこう槍をね槍ぶすまっていうんですけどね槍をこういっぱい立ててですねそこに埋め落としたんですねその時はね怖くなっちゃってねそして生まれてきてドーンと落ちておぎゃーっと泣いたんですねちょうどその槍と槍の間に落ちてですねこの小指だけがね カとそれでまあその生まれたんだけどおぎゃって生まれた時にねハッと我に替えてですね母性女が見覚めたといいますか「これは大変なことした」って言ってだっ、まあ、と書き抱いですねその子供もを育てるようになったんですね憎しみ柄かわいかわいかわいいってなっちゃったんですね,ねえそれですけれども 殺そうとしたですねこの傷がね子供には「摂氏王子」って言ってね指が折れてるって <laughs> あだ名がついてますしあるいはお経にはね「未消音って言ってですね「恨み未だ生まれず」というですねまあ恐ろしいですね、えー、アジャセというですね名前がついてるんですねうん未消音、怖いですね。 えそれでそれはまあ王子様ね、あジャセというおお、息子さんはね、王子様は知らなかったけれども、周りの方はね、もう知ってたわけですよね。それである時にですね、台場だったというお釈迦様のい,いとこでしたがね、えー、が告げ口をする、ね、そそのかすっていうんですかね、そのあジャセ王子にですね、えー お釈迦様の悪口というわけですね。もともとそのお釈迦様よりね、えー、自分の方がね、偉いんだと思ってね、教団というものをその規則でね、がんじがらまにしてですね、もっと教団を発展させたら,発たらいいんじゃない組織拡充しようやつ。っていうようなことで、お釈迦様の代わりに私がね、リーダーになるからお釈迦様引退してくれって言った人ですね。それでなかなかお釈迦様にね、断られたものが憎んでるんですね。まあ、ここでも憎み。 あるね、その妬みそねみですね憎しみがお釈迦さんに抱いておった台場だったという方がですねそのあじゃせごじゅにね告げ口するんですね王子おじさんおじさんあなたは何で指がね途切れてちょ,ち,ょちょっとねここ切れてるか分かりますかってねそしてあなたのことを未承認って言ってるのを知ってますかって私は知ってますよって,って言ってですね王子様実はあなたはね 両親から殺されるとこだだったんだそれをね今までここまで長らいできたっていうのはね、えー、あなたはね恨みを晴らす時期を待ってたんだってそ,そういうこと書いてなかったですかね <laughs> それであなたがそのねお,お城のね大いに王様をやっつけて 父が殺してですねお城の王様になってそして私のことを助けてくださいそして私はね仏教教団のですね仏陀の後の指導者となるからお互いそれでねウィンウィンじゃないかってですね <laughs> 言ってですね,の会社ねそうしたらまあ初めてそういうふうなですね親の恨みでね殺されそうなったっていううなことでですねどうりでなんか両親の態度がねよそよそしかったって。 そうですよね。親にすればいつこの子がね、えー、寝,く寝首をね書きにくるかわからないというわけですからね何か,かよさそうしお父さんお母さんって言ってもね、うん、うんうんってんな感じですねまあちょっとね感覚が開くわけですね愛情にだから変だなと思ったけどそうだったのかって言ってですねまあその思春期ですからね、まあ、激高して お父さんのことをですね、えー、牢屋に入れちゃったんです、まあ、クーデターを起こしたんですねそして牢屋に閉じ込めて飢え死にさせようとしておったんですねそしたらその飢え死にさせようとしておったんですけれども奥様の胃体家さんがですねよ、うん、なよな、えー、アクセサリーに葡萄酒を入れてね、えー、体にその蜂蜜を塗ったりパンを持ってたりしてですね助けておったからねピンピンとしておったんですね そしたら、その、伊大家さんが門番にね、どうしてうちの親父はまだ死んでないのかと聞いたんですね。まあ、遠慮してるんですね、やっぱりね。もしなかった気がないですね。まだ生きてるのかって、これを気になってんですね。広瀬先生が言ってましたけど。そしたら、その門番さんがね、いや、私は、ただ、お妃様は私より偉いので、ね、お妃様の言うことを聞いて、あ通しているだけで、私の一切責任がありませんって言ってですね、 確かに、お喜さんは来て、王様にね、食物を与えております。私の責任ありません。って言ってですね、責任逃れしたんですね。うん、いわゆるその <laughs> 評論家的な立場といいますかですね、上からの命令だからね、えー、私は人を殺しました。っていうようなことで、まあ、普通はね、上官の命令だらね、しょうがないんじゃないかということですけれども、組織においてもそういうことはありますよね。 私は上の上のことを言うことを聞いて、あなたのことをクビにしたんだけれどもね、私には責任がない。文句があるんだったら上に行ってくださいっていうのはね、やりますよね。人間そういう心あるわけです。それで、えぇ、ー、ね、あジャせさんは怒ってですね、お父さんの足を削ったっていうんですね。削るっていうのは足を、ね、どこまで削ったのか。 よくわからないですけどね、要するに歩いて動けなくしてしまったんですね。そしてまあ、そのお,お父さんはまあお釈迦様のね、教えを聞いておったので、どうか私は死んでもいいけれども、息子のことはね、助けで、助け苦しみからね、親殺しからね、救ってあげたいって言って、まあ、亡くなっていくんですね、牢屋でね。 そしたらば、その前に遡ってね、死ぬ前に、おきさき様、伊代家さんをね、お母さんのことを、なんでお前そんなね、牢、え、屋、ー、に入ってるおじをね、助けようとするんだ。お前もね、泥棒でしょだって言ってて、ね、おきさき様、お母さんのね、首を、首って言いますか、髪の毛で、ね、引っ張ってね、刀なのにね、首切ろうとしたんですね。<laughs> そしたら、その、 いやーそのー義バというね、えー、聡明な大臣が来てね自分の方に手をかけてね今まで王様を殺したっていうね王子は世の中に何千人というだけど自分の母親ね手にかけた王子っていうものは一人もいないもしあなたが殺すのであればね私のこの剣がね黙っていませんようなりますよって言ってですね そしてしかもあなたはそんなことをするとですね王子という身分にはふさわしくないってね当時というと一番下のね最下層の、ね、人と同じようなあ身分格差ですよってみたいなことを言ったんですねまあそれが今ね、えー、あれですけども差別問題にもねこうなっておりますけれども当時はそういうようなことはねインドではあったわけですね それで、えーえーえーおまあお、王子もね、その時は一旦矛を収めてですね、で、まあ、母親のこともね、幽閉したわけですね。そしたら、その時に、まあ、伊代家夫人がですね、お釈迦様、助けてくださいって言って、えー、お釈迦様にね、テレパシーがな何かでですね、助けてくれって願ったらば、 まあ、保険を説いておられたね、お釈迦様が通じて、お弟子さんね、えー、木蓮さんと古名さんでしたから、ちょっと忘れましたが、<laughs> すいませんえ。来てですね、お説法をするんです。だけれども、伊代家さんはプライド高いって言いますかね、うーんいやー、二人の弟子じゃダメだって言ってですね、お釈迦様来てくれって言って、お釈迦様がね、ついにこう登場して、そして、えー、お釈迦様がですね、伊代家夫人の愚痴を聞くだけ聞いてですね、 そしてあなたの本当の願いは何なのかあなたの本当の願いは一体何なのかで息子のことを恨みですね父親をどう夫を殺されですね今やもう論学でね、えー、実の息子からね殺されそうになってるあなたの本当の願いと一体何なのだと言った時にねえ大伊代人がですね 簡略に言いますと阿弥陀様の国に生まれたいって。だけどもお釈迦様は何は真相類列のボンブなりあなたはね愚かなボンブなんだだからお浄土の世界にね行ったらどうかということでねお浄土も見せるんですけどもその時に偉大家夫人がですね何万ダブと言ってお念仏に帰還するわけですねそ、まあ、そしてその後ですね。 まあ、神,業には神の時期には書いてないんですけれどもそのあとなんとですねアジャセオンがですね病気になっちゃうんですね、えー、全身がですねまあね猟師を拭いましたしね、えー、台場だったにも騙されたんですけれども、まあ、気の毒じゃあ気の毒ですけどね もう全身がね、もう海を持ってですね、体の中からこう腐れてくる病気になったって言うんですね。何の病気か分からないですけ、原因不明ですけどね、腐れて、もう周りの人にね、もうプン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 って言ってですね、もう誰も近づけないぐらい臭かったんですね。だけども、その時に、えーね、ね、えー、お医者さんたち6人がね、六重銅っていうんですけども、 これはね、えー、体の病でもあるけどもね心の病だということで6人のねいろいろな仏教以外の教えの人たちが来るんですよね。あ、えーえー、ジャセス王子のところにねいろいろ言うんだけれどもどれもねね納得でできなかったんです、ね、それで最後に、えー、ギバというね、えー、大臣さんがお釈迦様の詩聞いたらどうかって言ったら「分かった」って言ってお釈,迦お釈迦様が来てですね そして、えー、アジャセオニーですね、えー。前も言いましたけれども学校と言いますか、ね、月の光というんですかね、えー、の光をね、えーま、知恵の光と言いますかそういう,ようなものを当てることによって熱が冷まってですね、えー、海が病んでですね、心に清らかさをね、いただくようになったとっいうんですね。場、ま、所、あ、風場所炎風と言いますかね、場所の木って葉っぱ大きいでしょう。 それでまあ三毛三毛三毛ですね申し訳なかったということで反省してですね、うん、お念仏の教えに帰したその時にね、えー、日本行に書いてあるんですけども、うんね、私の心は毒だけだった毒だらけのところにね生き出るような私毒だっただけどその中にねいらん 乱林って言いますかねその中に、えー、綺麗いなね、えー、匂いのいい花が一本咲くことによってその毒の林がね綺麗な林になっていくといまあ例え話をね言ってるんですまあハの中にね、えー、泥の中に蓮,中に蓮が咲くようなね例え話を言ってるわけですねまあそんなことでえ大、ー、家も助かりですね大家も助かりですね 女性も助かるんですが肝心のねそそのかしたあ元凶でもあるですね台話だったさんはですね物心血って言ってお釈迦様のことをね実際に岩をね互いどこから下ろしてお釈迦様を歩いてるとこに落として殺そうとしたんですねそれでお釈迦様の左足でしたかね,ね足の小指から血出したんですね それが、まあ、やっぱり、おてげからね、血を出すという大罪ですよね。大罪です。ですから、そういうことがあって、えー、大和だったはですね、えー、生きたまま地獄に落ちたという、まあ、物語ね、えー、簡潔になっているわけであります。まあ、そういうようなことで、まあ、お、えー、およそ間違ったところは、言葉ちょっと、今は、 えーね、思い出しながらなんで、えー、ちょっと原点に当たってなくて <laughs> 申し訳なかったんですけどもそれでう、まあ、お釈迦様じゃない新納聖人がですね神頼寺教というものの、うんうん、をですね、えー、経典にも引い取られますけれどもそういうふうなあ方々をですねいろいろな方が出てくるんですけどね阿弥陀様お釈迦様とかね 貧ビ,ビ,ビシャろうとかね、偉大敵、アジャセとかダイバーだったとかね、いろいろ出てくるんですけれども、そういう方々をですね、一言で言うと、こういう言葉でね、権家の仁という言葉でね、おっしゃってるんですね。まあ、優れた人という意味もあ,りますあるそうですが、仏様のようですね。仮に、このように私たちを救うために、教科活動に現れた仏様たちの仮の姿だと、親鸞上人は理解されたんですね。 いわゆる「亀龍寺教劇場」をね私たちに見せてくれたんだというわけですですからあの先ほど「台場だった」というのはね「まあ、大悪人」というふうにこう言うわけですけれども実はおしゃが、まあ、診断証人はですね診断証証人親戚修正っていうねまあ置修正にも載ってるんですけれども台場尊者のことをですねこういうふうにあの、まあ、阿弥陀様ですよねこれ阿弥陀様 お釈迦様ね、いらっしゃるでしょう。阿弥陀様は、あここに知恵と慈悲ですかあ。観音菩薩と聖子菩薩ですね。それから、お釈迦様の下にはですね、ここに古名,古名尊者、それから阿南尊者。 あ大目賢年3人の、ね、お弟子様、ね、スカワした方ですよね。それからここのところにはビンバシャローウってね王様ですよね。その下に医、えー、大器夫人、ギ馬大臣、学校大臣って言ってですね、こういうふなね、まあ、い、ね、い,い人たちね。それからここにですね、悪役グループといいますか、ダイバーですね。それからその下にアジャセオウってね、それから。 国業大臣、それから門主ってね、門番さんですね。私には責任ありませんって言った人ですね。えー、ですけれども、も診断書にはここにね、台場尊者って書いてあるんですね。これは広先生からおゃられたんですけども、尊者って書いてあるって言うんですね。見えますかね。尊い人って書いてある。だからこれは台場尊者っていうことでですね。 これはいかにもここにですねいい人とか悪い人が出てるように見えるけれどもこれは全部ですね仏様方が私たちの信仰を深めるためにですねあこの世に仮に現れてきてくださった仏様の仮の姿なんだというんですね実際あのインドに行くとお社情とかね斜英像とかですねあるんですよね今でもね犠牲者屈辰とかね でそのことをですね診断証人はここにねこういうのは5和三があるんですねちょうど和三にね「大将おのおの諸ともにボング定下・定義のちょっとちょっと見 <laughs> <laughs> えないすいませんえ大将おのおの諸ともにえ見えますかねあ大きいですか。 大将の王の諸ともに凡愚定義の罪人を逆悪漏らさぬ請願に方便引入せしめけりって言ってですね,これねだから大将っていうのはあの今言ったその大和さんからですね偉大家夫人からですねという方々が私たちのためにですね、えー、罪人の役を演じたりですね王様の役を演じたり、えー、妃の役をね演じたっていうことなんですね。 ですからここから私たちが学ぶといいますか教えられることは昔インドにねこういうね家庭の悲劇があったっていう話じゃないわけですそうじゃなくて今私たちの心の中にあるそういうですね憎しみとかね愛だとか阿弥陀様とかお釈迦様というものの世界を私たちは持ってるんですねその憎しみ ね、台場が母親をいやお父さんも憎みお父さんお母さんがね子供欲しいっていう欲望の元らにですね先人を一人殺してるっていう、ね、殺してまでも、えー、自分のね子供が欲しいっていう欲望を、ね、満足させようというそういうところから実はもう怒ってるわけですよね。うんそういううな心っていうものはやっぱり私たちはみんな持ってるわけですよね。 そういうふうな憎しみだとか恨みだとかね、えー、そういうようなところを,をですね昔の物語ではなくて今現実に私たちの生きてる世界私たちの家庭とかですねあるいは世の中で起きてるっていうようなことは全部私の中の、ね、物語なんだっていうことですよね私がそういう恨みとか憎しみからですね救われていく方法というものを教えてくださってるわけです つまりあそこの中でね、伊大家夫人と、それから台場だった、それから、まあ、救われた姿がありますよね。それをお釈迦様がどちらも、最宝十万度にいらっしゃる阿弥陀様の教えを聞いてね、えー、救われていきなさいと,ということで、お念仏一つで、伊大家夫人も、あ、邪精王子もね、助かっていくわけですよね。それで、まあ、後日談が、ね、言うの忘れてましたけども。 そしてお母さんとね息子が助かったお父さん亡くなりましたけどね、えー、その後ね半夜のでしたが、ね、ちょっと忘れましたがあ実はその後ね親子の対話があるんですねそしたらその偉大家夫人がね息子のアジャセにねあなたがあそうそう,そうアジャセさんがですね結婚して子供生まれたんですかそして可愛い可かわいいってね育ててるわけです。 そしたらその姿を見たら偉大家夫人がね「あなたのお父さんもあなたがね子供を可愛いって言ってるようにあなたのことをね可愛がってたんだよ」って今あなたが子供を可愛いいって言ってる姿を見てね私もお父さんがあなたを育ててるね可愛がっていとおしんで育ててる姿を思い出しましたって言ってですねまあいう物語がね最後にあったような気がしたんですねうーんまあそこではもうね 恨みとか憎しみっていうものはね親子の間ではね亡くなったんですよね亡くなったというかいつでも起きるんですよ状況次第で起きるんだけれどもお念仏の世界の中でそういうようなものがねまあ仏様にね、えー、持っていかれていくという世界でありますねまあですからうーんじゃあ池さんとお茶瀬王はね最後は 苦しみを乗り越えてててね、良くななっっいいきますというハッピーエンドにはなってるわけですよね。えー、ですからお釈迦様の言いたいことシナションの言いたいことはですね家庭生活の中にあってお念仏の教えによって共に救われていく道がなければですね憎しみは憎しみをもってですねさまざまな苦しみがね連続していく恨みは恨みを持つ者の心を燃やしですね身を焦がしていくんだと。 いうことですよねですから心さっき最初言いましたように私たちは心の中のね、えー、敵というものとどっかでね折り合いをつけていくということが大事ですけれどもどうも自分の力ではね難しいので阿弥陀様にねお念仏の詩を聞いてその憎しみを抱きながらね、えー、お念仏もさせていただいて救われるところにですね憎しみから一旦離れる道が 与えられるので、そこから離れてねそれからまた憎しみと付き合っていくということがねお釈迦様のおっしゃる、えー、恨み恨みを捨ててこそ病むというですね世界が誰にでもね与えられるのではないかと思うんですよねですからお釈迦様の真理の言葉っていうのは、ね、一旦こうひっくり返ってるって言いますかね 裏側が、仏の世界から見て、誰でもね、恨みを捨てることができますよということなんです。だけれども、仏の世界に出会って救われることがなければ、恨みは恨みのまま続いていきますよ。とね、相手に対して恨みを捨てなさいということじゃなくて、まずは私が恨みを捨てるところからね、えー、始まるということを、お釈迦様はね、おっしゃってるんじゃないでしょうかね。そういう人が、 一人でも増えていくということが大事だということだと思いますね。まあ、複雑に絡み合ってありますのでね、<laughs> なかなか難しいことかもしれませんけども、だけども、そういう方がね、お念仏のいい,いい世界に生きるということによって、少しでもね、そういう世界が広がればいいかなと思いますよね。えー、それで、えー、最後にですね、えー、よいしょっと、憎しみという題でね、 ちょっとブログを探してみましたらあんまりなかったんですけどちょっと紹介しております愛する心の裏には必ず憎しみの,憎しみの心が潜んでいるそしてこの2つの心を包んでいるもう1つの大きな心がある2つの心はこの大きな1つの心に溶け込みたくてもがいているだけなんだ、うん、その1つになるためにみんなこの道を歩んでいるんだ えー、分かったような分からないようなこと書いてますけど結局仏様はね、えー、お念仏の心にね抱かれなさいっていうことですね仏様には人間が持ってるような愛が憎しみに変わるようなねものはない偉大家もあじゃせんもね、えー、自分では愛し愛されると思って愛し愛されてると思ってるんですけども状況が変われば台場立ってるような人が出るければですねガラッと憎しみになるわけでしょそういうような愛ではない 本当の仏様の愛に目覚めることによって、そういう憎しみを漕いでいく道が与えられるんだということをね、言ってると思います。えー、相手を憎む心は自分の心かを、あこれは言ったわですね。<laughs> え愛で結ばれている家があるように、憎しみでつながれている家もある。この悲しみは一人が救われない限り永遠に続く。とね。ですから、あーどこでもそういう状況になる。 ですよねだけどもそこに、まあ、お釈迦様の教えとかですね阿弥陀様の教えてものがによって一人でもですね、えー、そういう教えに救われることがあればそのうちは少し変わってくるっていうわけですね。えー、次ですが「あ夫婦は500姓の敵」という500姓っていうのは500回生まれ変わってもねやっとこいつに巡られたからね敵取ろうっていうことです。 あ結婚というのはそういうことだったんですねいや,いや普通はそうは思いませんよね,ね,ね結婚式がねもう結婚式が愛の頂点ではなくてそこからねもう民方上がりでね愛情が深まるという,ふうに錯覚しますあ錯覚じゃなくて <laughs> え増やしていこうとねお互いに思うわけですけれどもうんねそういう行く家庭もあるし行かないところもありますが。 愛で結ばれているる家があるようにあ違います夫婦は五百姓の敵と言える。だから前も言いましたけど、五百姓の敵で亡くなるためにはね、どちらかが五百姓の味方だったなというふうになるような逆転の発想をですね、小竹様からいただくということが大事だということですね。多くの憎しみを抱いて、今やっと夫婦という契りで逃げ,ら逃げられなくなった。 内心このチャンスを生かさない手はないというのであるとね <laughs> 市役所にですね婚姻に届け出してね国に認められた夫婦の両性の同意によってですね私たちは、ね、国家管理のもとね夫婦として生きていくことが誓いますというわけですよねあるいは神に誓ったり仏に誓ったりするんですけども、まあ、仏教は否な恨み方といいますかね そういう夫婦は五百姓の敵だというですね教えもあるんですねそれじゃ困るんですけどね、えー、夫婦は真実の私を映す鏡でもあるこの関係は夫婦が真面目にその愛を実行すればするほど見えてくる真実の世界であるだから仏に救われてもこの関係は断ち切れない夫婦が自己を映す永遠の鏡を,鏡を必要としない限り 喜びの中に悲しみは続くと先ほど言ったようなことですよね。お互い照らす鏡でもいいんですけれどもね、えー、もう一つね、仏様の歪みのない鏡というものをですね、えー、用意しておけばもっと大丈夫なんじゃないかというよな,なことですかね。えー、憎しみ合う家族がいる。愛し合おうとする家族がいる。 どちらも自分自身を知るために生きているどちらも純粋な愛情に目覚めるための間接条件だって、ねまあ、冷たいこと言ってますけどねそうだと思います、えー、何もね家庭に問題がないんだけれども無情を感じでね甘さんになる方いるんですよね肌から見ればねなんかねよく分かりませんけどね肌から見るとね うーん本当に平穏無事な家庭のね、いいところのお息子さんがね、出家するという人もいるんですよね。やっぱり内心の問題なんですけれども、えー、なんかね、人間の愛と憎しみというものの中からは、やっぱり本当のものがね、出てこないのかなと思います。まあ、一見ね、よさそうに見えるんですけどね、そういう方もいましたね。えー、この世に悪い人はいない。 という言葉が人を憎んでやまない私の中に生まれたことがあるってね。それはまるで憎しみの炎の中に咲いた小蓮華、青い蓮華ですね。青い蓮華のようだ。これを本当の奇跡というのだろう。仏様に救われるとね、一瞬ね、パッとこうね、まぶ、あ、いましたけれども、全員がね、仏んに見える時あるんですね。それは本当奇跡だと思います。 あとはそのあとはねだんだん忘れてってまた元に戻っていくんですけどもねああっていうようなねえー、気持ちはね片隅に消えないですね。甘いっても言われますけどね「す <laughs> べての人から憎しみの棘が抜けるといいんだが次々に刺さってくるから抜いている暇がないんだよなそれがまた刺さったまんま太くなっていく気がするその痛みに耐えてくれるのが阿弥陀さんだ」ってね。 まあね、阿弥陀さんにね、遂げさしてきてるわけですよね。まあも言ったかもしれませんけども、阿弥陀様ってこうね、仏像にこう右手を開いて、左手差し伸べてますよね。ちょうど後ろに後っていいますかね、こう,こうね、周り、とげとげって言いますよねえ。光の輪をね、こう象徴してますよね。まあ、子どもがね、あれを見てね、うん、阿弥陀さんにね、えー、槍が刺さってるように見える。 かわいそうだから取ってあげてって言った子供いたそうですね。まあ、そういう感受性ですよね。うん、すね、うん。私たちはもう仏様の光だって言ってこう知識で覚えてもうそのように思ってますけどね。仏のさんのね救われた子供さんから見るとそういう見えるらしいですね。そういえばそうだなと思いますねで。そうでなくてもずっと皆さんを立ち尽くしてますからね。 その姿を見ただけでも、いやー、ご苦労だな、誰がそうやってね、立たせてるんだろう、少し休んでければいいのにと、ね。阿弥陀さんの横にね、手作りの小さい椅子を置いて、阿弥陀さん、ここに座ってくださいという人はいないですね。仏際でも売ってないです、そういうのはね。いろいろ仏がありますけどね。これは阿弥陀さん用のね、座り椅子ですって。仏 <laughs> 際で売ったの見たことない。売ったら儲かるんじゃないかと思いますけどねう、うん <laughs> まあ、私はたまりね。 たまにじゃないですけど、一回、ご苦労だなと思ってですね、えー、小さいね、布団、ここベビーあ、あ、子供用のね、おもちゃの布団あって、そこに阿弥陀さんがね,ね、一晩寝てたことありましたけどね、<laughs> どこに行ったの阿弥陀さんということでですね、騒がれましたんで、もう一回立てておきましたけど、あの時だけですね、阿弥陀さんね、えー、一晩布団で寝たのはね、我家の阿弥陀さんだけですね、布団で寝た経験があるのはね、まあそういうようなことです。 あ,あいろいろ書いてますけど「愛も憎しみも相手に対する依頼心だと」と私は阿弥陀さんからのご依頼だけでももう胸がいっぱいだってね、まあ、別に愛も憎しみもなくなったわけじゃないですけれどもだんだんね、えー、精神的体力的限界がありますのでね <laughs> なかなかそうはいきませんけども。 心の中ではね、もう動かない分ね、もうラメラメラっと年取れば年取ろうとね、もう差がなってきますよね、思うようにいかない分ね、親鸞上人も晩年の一口十貫は3ですね、えー、あそこではもうね、うん、ああいうこと言わなきゃよかったのになと思うくらいですね、浄土真宗の生き連れでも真実の死ありがたしとかですね、もう徹底的な自己批判してますよね。 あれそういう,うなことなんですね。年をとってもね、憎しみと愛で苦しみますう。嘘はすぐに広まり、真実は遅く広まる。憎しみがわかりやすいように、本当の愛がついに理,理解しがたいようにってうです、ねえー。嘘はわかりやすい。ね。真実は伝わりがたい。 といいうう言葉もありまますすよねねそだ思なかなか本当のことってね後で分かるところがあるんですよね、えー、愛と憎しみが同居する2つの心が私を苦しめる1つのままで生きていけたらなんと幸せな人生になることだろうかそれが無理なので仏が助けに出てござる 何何万打何万打ですねどっちかに詰まっちゃうといいわけですね。設定とすればね。だけど行ったり来たりしますから疲れるんですよね。人間の愛と憎しみは、なんかね、まあそんなもんですね。限りがあるのでね、頼りにしたいとこもあるんだけども、頼りにならない、壊れてしまうところがいっぱいあります,です、ね。最後ですが、悲しみの中から希望をもらい、疑いの中から信じる心をもらい、 憎しみの中から本当の愛をもらった。これは人間の愛じゃないですね、えー。妻からもらった愛ではないんでね、阿弥陀様からもらった愛ということであります。そういう本当の愛に目覚めることによって、私たちは今までね、つまらない、くだらない、面白くないという悲しみや疑いや憎しみの中にでから、何かね、もう一回違う世界、見る視点というものをね、与えられる世界があるんじゃないかと思いますね。 そういなことで、えー、ございます相手を憎む心は自分の心から起こってくるだから自分の方が相手より苦しくなるたとえ親子でもその例外ではない親が子を憎む時子に許されても親が憎しみ続ける悲劇が起こる原因がここにあるちょっともうちょっと分かりやすい文章を書けばよかったんですけどこれ以上書けませんでした 勘弁してください。どうもありがとうございました。